誰を清書するだ、うん、今書いたやつ。どれ書いたの。はじめまして、掛川で、うん、誠さんにに、お世話になっている誠さんと仲良くさせてもらってる、うん、いや最初はいいじゃそのままで、掛川で誠さんにお世話になってるじゃんというカレーをしている西尾です。え、仲良くさせてもらってるってさっき書いてなかったっけ。うん、でその後に誠さんにはっていう風につなげたらいいと思う。一番最初の挨拶文としてはこれはそのまま残した方がいい。掛川で誠さんにお世話になってるなら、僕にとって誠さんだっけ。あ、あ誠さんは、うん、僕にとって、うん、あ、5時5分、うん、1時間経っちゃう。あ、もう出た方がいい。出れたくないな。え、あ、まあ出てないけど、うん、セブンイレブンでも、ああ、あったね、うん、ファミリーマートでもいい、うん、動くよ、1時間1時間は動くよ、うん、どうかな、やっぱ100円分からなかった。1時間、うん、1時間無料だった。すごいな、うん、ねえ、まあもう進んでっていいよ。いい、かける、うん、まっすぐだったよね。どっかから来たよね。どっか曲がってきたよね。あそこ左だ。あれか。もうなんか覚えたね。誠さん家まで。こっちだよね。じゃあ、こっちや。ここだったかな。ああ、そこか。ね。近いね。小学校も中学校も幼稚園も。できた。じゃあ行きましょうか。うん、行こう。うん、お母さんかどっちかな。じゃあ行きましょうか。いざ。小説と、そうね、できたね。あと
かっちゃんちの、はい、はい、靴湯、靴湯行ってきます。行ってきます。行ってきます。ヤマさん、いつもありがとう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またこの旅の模様は続きますので、お楽しみに。